河村委員長ありがとうございます。そして与野党の理事の先生方もまた再び、発言の機会を与えていただきましてありがとうございます。心から感謝を申し上げます。森山議員に同僚の森山議員に引き続き森友学園問題についてですね、質疑をさせていただきたいところなんですが、私は非常にこう集中してしまう性格なので、森友問題に入るとそれだけで時間を使ってしまいそうなので、今日はまず単価東シナ海におけるタンカー沈没によるトカラ列島あるいは奄美大島等への油状の漂着物等についてですね、聞かせていただきたいというふうに思います。まずタンカー沈没事故の概要について海上保安庁のご説明をいただきたいと思います。国土交通省海上保安庁長官中島聡君。お答えいたします。まず1月6日午後8時51分頃でありますけれども、海上保安庁がパナマ籍タンカーからの遭難警報を受信をいたしました。調査を実施しましたところ、中国上海沖の東方機においてパナマ籍タンカーと香港籍の貨物船が衝突をし、同タンカーに火災が発生していることが判明をいたしました。同タンカーは火災を継続したまま漂流を続けておりましたが、14日午後5時40分ごろ、現場配備中の巡視船のレーダー等で映像が確認できなくなったことから、同時刻をもって沈没したと考えております。現在現場海域では浮遊が確認されておりますが、中国等の関係国と連携をし、巡視船等による高速滑散、これを実施しているところであり、同油膜は末端部分から自然消滅をしている状況にございます。川内君。現在、先生方のお手元にもですね、海上保安庁並びに内閣官房の危機管理事態対処室ですかから発出されている紙を資料をお配りしておりますけれども、油状漂着物の状況についてというものですね。奄美大島、宝島をはじめとして、南西諸島に、相当な漂着物が確認を現在でもされておるということでございますが、この油状漂着物とタンカー事故との関連については、流れ着いた漂着物とタンカー沈没したタンカー周辺で採取される油の成分との分析を海上保安庁試験研究センターでやられていらっしゃるということでございますが、現況どのような分析結果になっているのかということを教えてください。中島聡海上保安庁長官。お答えいたします。海上保安庁では1月28日に宝島にですね、油状のものが漂着したとの情報を得たことから、28日、サンチェ号の沈没位置付近海面に浮遊する油のサンプルを採取をし、また29日以降、宝島や奄美大島等に漂着した油状のもの、これのサンプルを採取し、それぞれ分析を行いました。まず産地号に積載されたとされるコンデンセート、これは揮発性が高いため、一般的には島にそのまま漂着する可能性は極めて低いと考えております。今回サンプル採取をしました産地号沈没位置付近の海面に浮遊する油と、現時点で各島沿岸において採取した漂着油、失礼しましたが、類似するものであるという結論にまでは出ておりません。ただし今回の分析結果をもって直ちに漂着油が産地号の沈没と関係がないものと断定はできません。海上保安庁におきましては、引き続き漂着油の情報収集
調査等を行っていくとともに、選手等に必要な情報の提供を働きかけてまいりたいと考えております。川内君。現況のところ、油状漂着物とタンカー沈没との関連については、まだ断定する段階ではないということですが、この現場海域付近で最近沈没した船ありますかね。3地号以外に。中島海上保安庁長官。お答えします。最近この付近で沈没したというところの確認は取れておりません。川内君。一刻も早くですね、この油状漂着物と沈没事故との関連をしっかりと分析をしていただくということをまず申し上げておきたいというふうに思います。さらにこの3地号の積み荷であったコンデンセートという油ですね、あまり聞き慣れない、耳慣れない油の名前でございますけれども、これが危険だという人とですね、いやいや、揮発するから大丈夫なんだよという人といらっしゃるわけで、油ですから、生成する前の段階、あるいは生成した後においても、さまざまな不純物が含まれると。コンデンセート自体は揮発するかもしれないけれども、不純物が揮発するわけではないので、海の中に不純物、このコンデンセートに含まれるヒ素とか鉛とか水銀とか、そういうものが海の中に溶け込み、それを魚が取り込むというようなことになると、11万トン流出したと言われているわけですが、11万トンの 1% でも1100トンですから、不純物の割合がですね、これ仮定の話ですけども、これはしっかりとケアしなければならないのではないかと思いますが、コンデンセートという物質、油そのものについて経産省の知見をちょっと語ってください。資源エネルギー庁資源燃料部長小野陽太君。お答えします。コンデンセートとは、原油の一類型でございまして、ガス田から天然ガスを採取する過程で、液状化したものも採取されるわけでございまして、これを一般的にコンデンセートと呼んでおるわけでございます。一般の原油と比べまして、比重が小さくて揮発性が高いという特性がございます。委員長。川内君。じゃあこのコンデンセートのですね、環境に与えるインパクトについて、環境省は何か知見をお持ちですか。環境省水大気環境局長早水照義君。答えいたします。今経済産業省さんからお答えがありましたとおり、コンデンセートは一般の原油と比べ比重が極めて小さく揮発性が高いという特性があるものと承知しておりますけれども、現在関係省庁におきまして環境への影響に関するさまざまな調査を実施しているところでございますので、現時点で お尋ねの今回事故で流出したコンデンセートが環境に与える影響についてお答えするということは困難でありますけれども、環境省といたしましては今後とも関係情報を収集しつつ調査状況の把握、調査結果の分析などに努めてまいりたいと考えております。川内君。コンデンセートというその製品になってしまえばですね、不純物のない製品になってしまえば、それは揮発性が高くて比重も軽くてどんどん蒸発するんでしょうけれども、船に積まれている状態で不純物がまだどのくらい含まれているかもわからない、そのコンデンセート、船に積まれている、そういう不純物を含んだ状態のコンデンセートがどのような環境にインパクトがあるのかということについて、環境省はそもそもなんか今よくわからないご答弁された、一生懸命頑張りますと、政府として頑張りますというふうにおっしゃられたわけですが、じゃあ政府としてですね、積み出し港からこの積み出されるコンデンセート、今回のこの3地号に載せられてたコンデンセートがどのような性状の、どのような特徴を持つコンデンセートであったということかを、もうすでに、資料等を入手して分析をされていらっしゃいますか。環境省ですか。いや、桑原審議官という危機管理の審議官呼んでありますけど、内閣官房桑原内閣審議官。
お答え申し上げます。政府としてコンデンセートにどのような不純物が含まれているかということにつきまして、現時点ではまだ把握はしてございません。委員長。川内君。これ森友もそうなんですけど、地面の中のものっていうのは誰にもわからないことなので、でそれぞれの地域から産出される、天然ガスにしても油にしてもそれぞれの地域の特徴を持って出てくるわけですから、それがその産地号という沈没した船にどんなコンデンセートが積まれていたのか、そしてそれにどのくらいの不純物が含まれていて、それがどういう環境にインパクトを与えるのかということについて、私はですね、そもそもそういうことさえまだ掴んでませんというのは大変、官邸としてですね、情報連絡室を設けて頑張りますよとおっしゃっていただいていることは大変ありがたいことだというふうに思いますが、これは万全を期していただきたいというふうに、思うところでございますけれども、もう一度新館に万全を期してこの事態に対処するということをご答弁いただきたいと思います。内閣官房桑原内閣新官。お答え申し上げます。政府といたしましては、先ほど先生からご指摘ございましたとおり、これまで官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置するとともに、関係省庁会議を開催するなどいたしまして情報共有を図るとともに、政府一体としての対応を行っているところでございます。一般論といたしまして、コンデンセートには不純物として水銀、鉛、硫黄などが含まれているということについても承知をしているところでございます。コンデンセートに含まれる物質が生態系や環境に与える影響を生態系や環境に影響を与えるという可能性も否定できないということも踏まえまして、引き続き関係機関が協力して環境影響等の調査を進めてまいります。また国民の皆様へ迅速に情報を提供するとともに、関係国とも緊密に連携をしながら必要な対応を行うなど万全を期してまいりたいと考えているところでございます。委員長。川内君。はい、それではよろしくお願いいたします。次にですね、最近談合リニアの建設に関して談合事件というのが大変大きな問題になっておりまして、お国から3兆円融資が出ていると、財政投融資が出ているということでですね、国民のお金をですね、その談合で使われてはたまらないと、とんでもない事件だということで、この問題についてちょっと議論をさせていただこうというふうに思いますが、分かりやすいために、今日ボードを作ってきましたが、このリニアに3兆円の財政投融資、JR 東海にですね、3兆円融資しますよということを決めたわけですけれども、そもそもですね、JR 東海さんからですね、このリニアの事業主体である3兆円貸してくださいという依頼があったんでしょうか。国土交通大臣。藤井鉄道局長。お答えいたします。今委員ご指摘のような依頼は JR 東海からなかったと認識をしております。川内博君。依頼はなかったが、2016年の5月18日のそもそもですね、骨太方針にはですね、経済財政運営の改革の基本方針2016素案、これは素案の段階ですね、リニア中央新幹線全線については全国新幹線鉄道整備法に基づく東京ポツ大阪間の建設指示がなされているところ、建設主体が整備を着実に進められるよう必要な連携協力を行うと、こう書いてあってですね、まだ財投という言葉出ないんですね。で6月2日をいきなり素案から骨太を決定するときに、リニア中央新幹線全線については建設主体の整備をさらに促進するため財政投融資の活用等を検討するという形で、ここで
決定の時にいきなりバーンと財投の活用という言葉が骨太の中に入ったと。これ経済財政諮問会議で議論された上で、変更されたんでしょうか、素案から。田和内閣府政策統括官。お答えいたします。平成28年5月18日の経済財政諮問会議におきましては、基本方針2016の素案全体について説明をしてございます。平成28年6月2日の経済財政諮問会議におきましては、素案からの変更点を一括して説明してございます。議事要旨を見ますと、5月18日、6月2日ともにリニア関連の記述についての個別の説明及び議論は行っていないというふうに承知してございます。河内宏君。経済財政諮問会議ではこのリニアについての個別の説明質疑は行われておらないということでございます。まあ、経済財政諮問会議では議論されていないけれども、まあ、なぜか入っていると書き換えられたということで、そもそもこの3兆円の融資というのはですね、まあ、すごい融資だなと。3万円とか3000円じゃないですからね、3兆円の融資ですから。これ一体融資の条件というのは一体どんな融資なんですかね。例えば何年返済だよとか、金利はいくらだよとかですね、担保とか保証とかどういうことなんですかと。はい、お願いします。国土交通省藤井鉄道局長。リニア中央新幹線の建設工事への財投資金の貸し付けにつきましては、鉄道運輸機構より JR 東海に対して総額3兆円が計5回にわたって実行されております。平成28年に3回11月あ失礼しました平成28年11月および平成29年1月平成29年3月この3回それぞれ利率は 0.6%、 0.8%、 0.9%、 融資額確保5000億円ということでございます。さらに29年度に入りまして、29年5月の第4回、それから29年7月の第5回、これがそれぞれ利率が 0.9%、 1.0%、 融資額各7500億円ということでございます。なお償還条件につきましては、いずれの回においても28年または29年末期後10年間で元金均等返済となっております。なお担保はつけておりません。河内宏君。ちょっとそこにいてください。30年返済、40年返済、30年返済、ちょっと返済の条件をもうちょっときちっと。藤井局長。お答えいたします。償還条件につきましては、今申し上げました5回いずれにおきましても28年半または29年据え置き後10年間で元金均等返済となっているところでございます。川口宏君。過去の財投融資でですね、まあ、30年据え置きでその後10年返済、まあ、大体40年間、の融資というのは過去に日本国政府として事例があるんでしょうか。太田理財局長。お答えを申し上げます。先ほど鉄道局長から28.5年あるいは29年の据え置きという話がございました。それを超えるもの、30年以上の据え置きという意味での財政融資を行った例はございません。川内宏君。いや、太田理財局長は本件のみっていうのを答えるのがすごい得意なんですよ。で、そもそもですね、この骨太方針に、財投の活用を検討するよと書くときに、まあ、JR 東海さんはそもそもいやいや自分たちでやりますからと累次にわたって、おっしゃってらっしゃって、まあ、石井国土交通大臣もですね、大臣会見などでいや JR 東海は自分たちでやると頑張ると言ってるんだからと大臣会見を累次にわたっておっしゃってらっしゃった。でそういう中でいきなり融資という話がバカーンとこう出るわけですけれども、
そもそも骨太方針に書くにあたってはですね、もともと自分たちでやると言っていた JR 東海さんに、いや国が応援するからちゃんとそれ受けてねという交渉を JR 東海さんの了承を得た上でないと骨太方針には書けなかったんじゃないかというふうに思うんですけども、骨太方針を決定するにあたって JR 東海との交渉をした人は誰でしょうか。国土交通省藤井鉄道局長。お答えいたします。リニア中央新幹線の計画の前倒しにつきましては、与党においてさまざまな案が検討されておりました。その中で財政投資の活用についても議論されていたものと承知をしております。このような議論に対して JR 東海の基本的な考え方は一貫して以下申し上げるとおりでございました。大阪までの早期開業を実現したいのは JR 東海も同じ思いであるが、民間企業として健全経営と安定配当の堅持あるいは経営や投資の実践の確保は大前提であること、でさらには JR 東海は公的な資金の要請をしない立場であるが、政府から何か提案があれば検討させていただくと、こういった考えであると承知しているところでございます。川内博君。いやいや、だから私が、聞いているのはですね、 JR 東海さんと財政投融資の活用について骨太方針に書くからねということについて、JR 東海さんと話をしていたあと人は誰ですかということを聞いているんですが、今直接お答えがなかったんで、じゃあ国交省にもう一度確認しますけども、この2016年6月2日の骨太方針、財政投融資の活用等を検討するというこの文言ですね、ここの部分、ここの部分の起案は国交省さんですか、国交省さんではないですよね。藤井鉄道局長。お答えいたします。ご指摘の文言については国土交通省が起草したものではございません。川内博君。いや、だからそういうことを含めてですね、ここに財政投融資の活用等という文言を入れるよと、国も協力するからねということを JR 東海と誰かが話をしてですね、 JR 東海さんもそれはありがとうございますと、頼ますわと、それだと早く開業できますねと、いや談合できますねとまでは言わんかったと思いますけど、それは頑張りますわということを言っていた、交渉していた人がいるはずなんですよ。そうじゃなきゃ こんなことを閣議決定文書に書けませんからね。それ誰ですかと教えてくださいと。内閣府政策統括官田和博君。お答えいたします。まず JR 東海側と内閣府の関係ではございますけれども、そのようなお尋ねのような事実はなかったというふうに承知してございます。その上で、先ほどのお話でございますけれども、毎年経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太方針の決定にあたっては、与党とさまざまな分野につきまして議論を行っておりまして、こうした与党との議論の結果も反映しまして基本方針を閣議決定しているところでございます。基本方針2016につきましては、先ほどもありましたけれども、5月18日の経済財政諮問会議で素案をお示しをいたしました。それから平成28年5月の20日に自民党政調全体会議におきまして、さまざまな議論の一つとしまして、リニア関連の記述について、財投資金を活用して整備を進めるとすべきという趣旨の指摘が あったところでございます。ご指摘があったことを受けまして、財政投融資の活用等を検討する旨盛り込んだ修正が行われ、関係省庁と確認した上で5月24日の自民党政調全体会議に提示をしてございます。また24日の自民党政調全体会議でのご指摘を受け、リニア中央新幹線全線については
建設資材の整備をさらに促進するため、財政投融資の活用等を検討するという文言で関係省庁と確認した上で6月2日に閣議決定されたというふうに承知してございます。委員長、青内博君。今長々とですね、内閣府の中の手続き、等をご説明いただいたわけですけれども、もちろん与党の中でですね、さまざまなご意見があって、JR 東海に協力しろよというご意見があったんでしょう。それはそうだと思います。それを踏まえた上でですね、まあ経済財政諮問会議の中では議論されてないけれども、とにかく財投の活用という文言を入れたと。それ入れるにあたっては、JR 東海さんにこういう文言を入れるからねと、国も協力するからねということを JR 東海と話していた人がいるはずなんですよ。そうじゃなきゃこの言葉は出ないので、閣議決定に書けないので、それについては、まあ、今内閣さんは冒頭で、そういう事実はございませんと、自分たちは話しておりませんとおっしゃった。国土交通省も話しておりませんとおっしゃった。そもそもだって JR 東海から融資の要請などを受けていないわけですからね。じゃあ一体誰がこの財政投融資の活用等を検討するという言葉を骨太に入れるからねと、閣議決定の文書に入れるからねと言ったのか、交渉していたのかというのはわからないと、わからないと。国土交通省、それから骨太の担当の内閣、それでよろしいですか。わからないということでよろしいかと。国土交通省藤井鉄道局長。もう時間ないので短くお願いします。お答えいたします。先ほど内閣府からご答弁ございましたけれども、この、骨太方針につきましては5月20日の自民党政調全体会議での議論におけるご意見を踏まえて、こういった形で財投の活用を検討するということが盛り込まれたという認識をしております。いや、青内博君。いや、委員長、私の質問、委員長すごくクリアに分かりますでしょ。 JR 東海とこういう閣議決定にするからねということを交渉していたのは誰ですかということを聞いてるんですけど、今全然国交省さんお答えにならないんですけど、国交省と内閣府に JR 東海と接触していたかいないのかということを答えさせてください、委員長。それでは順番に内閣府政策統括官田和博君。お答えします。同じお答えになって、申し訳ございませんが、内閣としてはお尋ねのような事実はなかったというふうに承知してございます。国土交通省藤井鉄道局長。お答えいたします。国土交通省としましては JR 東海は公的な資金の要請をしないと立場であると。さらにただ政府から何か提案があれば検討させていただくと、そういったことをお伺いしていたということでございます。接触してたんですか。川内博君。いや、国交省さん、ちょっと誠実にお答えください。JR 東海さんと骨太方針に財政投融資の活用等という言葉を入れるように書き込むからねということを接触という方向で接触していましたかということを聞いてるんですけど。藤井局長。お答えをいたします。骨太方針をどういう書き方にするかということについて JR 東海と接触したことはございません。はい、これは、はい、分かりました。はい、はい、委員長。川内博君。結局ですね、この骨太方針になぜ財政投融資の活用等を検討するという言葉が書き込まれたかというのは役所には聞いてもわからないと。自分たちは接触していないということなんですね。で、これについてはまた今後この委員会で、この3兆円が原資になって大っぴらな談合が今摘発をされているわけで、これについてはしっかりと今後どうしていくのかということを含めてですね、議論をしていかなければならないというふうに考えているので、また次回に
この続きはやらせていただきたいと、今のところは分からないということが今日分かったということでございます。で、森友問題ですけれども、2月2日の予算委員会で理財局長さんは近畿財務局に対する会計検査院からの資料提出要求について統括法務監査官がどういう対応をしたのかというのは検査の過程にかかる情報なので第一義的にまず会計検査院がお答えになられるかどうかということだと思っていますと、会計検査院にお尋ねの上でそのお答えをもとに私が答えるというのであればお答えさせていただきますと答弁していらっしゃいます。会計検査院さんに今日も来ていただいてますから、会計検査院さんとしてはですね、いやその資料提出要求が財務局の中でどのように扱われたのかということについてはそれは別に検査の内容に関わることじゃないし財務省にちゃんと誠実に答弁してねというふうに、お考えになられないかとお考えになっていらっしゃるかということをまず聞かせていただきたいと思います。会計検査院戸田第三局長。お答え申し上げます。まず一般的に申し上げまして、提出を受けた資料についてどのような検査を行うかなどかの検査過程にかかる資料情報につきましては特定の検査事項 に対する具体的な検査の着眼点等の検査上の秘密に属する情報を含むものでございますことから、検査過程にかかる情報についてお示しすることは困難であることをご理解いただければと思います。会計検査院との具体的なやり取りではなく今回の会計検査に関しまして、財務省内部においてどのような検討を行ったかということにつきましては必ずしも今申し上げたような検査過程に かかる情報に該当するものとは言えないと考えておりますので、財務省内部における検討に関してご答弁されることにつきまして、会計検査院として一概に否定するものではございません。はい、川内博史君。すごい回りくどい答弁だったわけですけれども、まあ、要すればですね、財務省が答えることに関しては会計検査院としては全然問題だと思わんよと、検査の内容に関わることだと思わんよというご答弁であったというふうに思います。そこで財務省理財局長に今日も来ていただいておりますのでですね、もはや友達のような気持ちがしたりもするわけでございますけれども聞かせていただきますが、最近新たになった法律相談書、これは統括法務監査官セクションに保存されていたものであるということですが、この近畿財務局の統括法務監査官という方は自分が会計検査院の検査の対象になっているという自覚を持っていらっしゃったんでしょうか。財務省太田理財局長。お答えを申し上げます。今ほど先生からのご質問があって会計検査院の方からもお答えがありましたので、先般のご質問にお答えできなかったことも含めてお答えを申し上げます。先般委員会のご質問はなぜ会計検査の過程で提出できなかったのかと提出しなかったのかということだと思っております。それで、統括法務監査官が気がついていれば提出できたではないかということだろうと思っております。先生、先般のご質問でもございましたように検査を受けたのは財務省および近畿財務局でございます。ところがと申しますか、現実には会計検査を主として担当しておりましたのは近畿財務局の管財部、特に第一統括国有財産管理官というところでございまして、ここが中心になって会計検査への対応をしておりました。そういう中で他の部門、具体的に申し上げれば例えば本件については統括法務監査官ということでございますが、そこに法律相談の文書が保存されているということに気がつかなかったということでございます。で、統括法務監査官の方が組織が足りなかったと言われればそれはおっしゃる通りであります。誠に申し訳ありません。そういうことで気がつかなかったということでございます。川内博史君。いや、だって分からなかったんだもんって言ってなんか子供みたいなですね言い訳をされるわけでございますが、例えば理財局長さんね、売払いの決議書、これは30年保存の文書ですが、この売払いの決議書の、
文書の中にですね、今回の契約については今後の損害賠償等は行わないとする旨を売買契約書に盛り込むこととするが、これらの規定は通達に定める標準書式で設けられているものではないため、当局統括法務監査官の指導を踏まえて特約条項を検討した、要するに特別なことをするので、法務監査官に、聞いたよということを決議書の中で書いてるわけですよね。で、会計検査院さんがこの統括法務監査官さんに相談した法律相談書みたいな法律の、正確に言いますね、森友学園から損害賠償請求の可能性について行った法律的な検討についての資料を要求するよというふうに言われてですね、これ統括法務監査官に聞かなかったんですか、聞かなかったんですか、書類ないと。